広瀬さん、初日がまあ休みで、はい、2日目からですけど、はい、まあ、こういうのにももう全然慣れてきた感じあります？まあ、そうですね、こうゆっくりする時間が好きなんで、あんま苦にはならないですかね、はい、もう何度もいろんなところでそのダラダラ過ごす、そういうのも、まあ、得意ですね、あの日頃から得意なんで、そういうのは大丈夫ですね。その中でこの今年のダービーというのは、はい、いわゆる2021年の中で一つ大きな目標に置いておいたっていうところはありますか？いや、それはもちろん、はい、しっかりここで戦いたいなと思って、まあ、ずっとやってきたんで、まあ、去年も走れなかった分もありますし、しっかりした結果をしたいなと思いますけど。やはりその日本一を競うという大会、はい、そこにこだわりというのもあります。これを取りたいっていうのなんていうんですかね、まあ、一番その格式のあるレースとされているんで、まあ雰囲気とかもダービーってすごいいいですし、なんかですね、その中で勝ちたいなっていう思いはありますけど、はい、昨年ちょっと後半苦しかったのと、はい、今年真っ盛りでウィナーズを勝って、はい、自信を取り戻すという面もありますか？自信を取り戻したとかそこまではないですけど、まあいろいろ悪いところも、まあね、悪い時はもうこんなもんって思ってはいますし、はい、まあ、いい時はね、成績いい時はいいんで、うん、まあ、その波はあると思うんですけど、なるべく少なくしていきたいなと思います、ね。まあ、その中、今松浦さんと食事ゆっくりされていますか？あ、そう、一緒に飯食ってきました、はい、もちろんその2人で、はい、まずは直線が別なので、まあ、2日目か、2走目にとりあえず一緒に走れるように明日勝ち上がりたいですね。2人ともまあやっぱりムードがダービーで、そう、ファンにどう伝わるかを、そうですね、ちょっと無観客であれですけど、まあそれもちょっと慣れたところあるんで、確かに、ね、はい、しっかりそこで力出す、ね、まあそうですね、しっかり集中して走りたいかなと思います。1日じゃあゆっくりダラダラしましょう。ダラダラ、はい、もうあと今から寝るだけですわじゃあおやすみなさい。はい、ありがとうございます。失礼します。おやすみなさい。